こんばんばは今回は斎藤ひとりさんとみっちゃん先生さんの「斎藤ひとり人生がダイヤモンドに変わります」という本の紹介その3です私は毒親さんの被害の影響で自分に自信がなくてすぐに自分を責めてしまいますだから毎朝自分に優しくなると自分の意思を使って決めていますこの本の中の斎藤ひとりさんの言葉の中に「 みっちゃんみたいに生まれつき優しい気質の人って繊細なタイプが多いの。繊細すぎて自分より優秀な人を見ると自分なんてっていう落ち込みに入りやすいところがあるんだよね。優しさを弱さと間違えて弱い自分はダメなんだって自分を否定しちゃうのと書いてあります。私も一緒です。みっちゃん先生さんの本でさえみっちゃん先生さんはすごく優しい人だから成功したんだ。 私は冷たいしダメだ成功できないと思ってしまいます自信のないみっちゃん先生さんにひとりさんは「みっちゃんは弱くなんてないよ本当は人の気持ちがわかる優しい子なんだ」と伝えてきたそうです「日本人は自分を謙遜する傾向がありますよね」「その上に特攻や育ちの私自分を責める癖はちょっとやそっとじゃ治りません」この本の本回目を読み終えた時 夫の妻の観察をしていると「今まで私冷たい彼氏ばっかりだったけどこれって自分に優しくしてなかったからか自分を責めてばっかりだったら自分をいじめる人が引き寄せられても当然かやばいやっぱり自分に優しくしなきゃ」とふと心の声が聞こえてきましたみっちゃん先生さんは私が一番苦手な自分褒めの仕方を本の中で書いてくれています本には 優しい言葉が溢れていて、読むと心がほわほわしてきます。肉体的にも精神的にもしんどい時は、本なんてなかなか読めません。でも、少し余裕ができたら、このみっちゃん先生さんの本を読んでみてくださいね。きっと心が温かくなりますよ。今回はこれで終わりますね。また来ますね。